どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテム、パーカーでございます。グラフペーパーってね、ドーンとタイトル入れてあるんですが、お洋服着てしまうとですね、そんなことは一切書いてありません。見えないです。シミは見えますね。 1,2,3,4,5 とこうやって、数えるとですね、たくさんついております。お客様にお伺いしたところ、同じ日に同じ原因でついたシミかどうかも定かではないと。ただ食べ物だろう、飲食に伴うシミだろう、油じみだろうというようなことでございます。それでね、お客様ご自分でトン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 、やったそうなんですね。でシミ抜きにトライして全体を洗ってみたけれど、全然シミは取れていないので取ってくださいというようなご依頼でございます。同じようなねご依頼ものすごく多いです。家で洗えるものはですね、ご自分で前処理みたいな感じでシミ抜きに挑戦していただく大いに結構だと思うんですが、物が物だけにですね、ちょっとやっぱ慎重になりますよね。ループウィラーというふうに袖口にねちょこっとこうついてはいるんですが、ブランドはグラフペーパーでございます。大変人気のある日本を代表するドメスティックブランドの一つじゃないかなと思いますし、おしゃれな人、お洋服が好きな人はですね、グラフペーパー知ってる方多いんじゃないですかね。大変人気があると思います。家でね水洗いして取れないシミの代表というのがですね、やっぱ油じみだと思いますね。素材はコットン 100%、 洗濯液表示は手洗いもしくはドライクリーニングもしくはプロのウェットクリーニングができますと書いてあるんですが、どれも優しくデリケートな洗い方をしてくださいと。デザイン性や素材の風合いを重視したファッション性の高い製品ですっていうふうなことが書いてありますね。そりゃそうです、グラフペーパーですからね。他に関してはハンガーの使用を避け、平らな状態での収納をお願いいたしますと。ハンギングしてしまうとですね、やっぱり型崩れしてしまう可能性が高いですよというようなことかなというふうに思います。油染みを自分で染み抜きをした経験のある方はわかると思うんですが、何かこう水分を含んだ状態、つまり濡らしてしまうとですね、一時的に濃い色になってしまいますよね。濡れますからね。特にこんな色はもうシミの色と同化しちゃってね、シミがどう変化反応しているのかが全く分かんなくなってしまうから、どこまでやっていいか分かんないですよね。家で自分でシミ抜きする際はですね、やりすぎ注意ですね。一回やってみてダメだったら、もう自分でもう一回やろうとか思わずにプロに頼っていただきたいなというふうに思います。特にいいお洋服、大事なお洋服、気に入ってるお洋服、何としてもシミを取りたいんだなんていうふうなものはね、ぜひ僕にシミ抜きをさせてください。やっぱなんといってもシルエットがいいですよね。まあ触った感じの風合いもすごくいいんですけども、僕はシルエットがやっぱり一番いいんじゃないかなと。できるだけこのシルエットを崩さないようにしたいっていうふうに思いました。お洗濯表示見るとね、乾燥機かけないでくださいって書いてあって、で日陰でね吊り干しして乾かしてくださいって書いてあるんですよ。でも文章で書いてあるものには、収納はハンギングするんじゃない、ハンガーにかけて、収納するんじゃなくて畳んで平置きして、収納してくださいって、その方が形崩れないですよ、シルエット崩れないですよっていう風に書いてあるんですよ。だったらその洗ってね、乾かす時も絶対吊り干しじゃなくて、平干しの方がね、型崩れしにくいと思いますよ。特にねシミがないんであれば、多分家で、お洗濯して着続けるお洋服だと思うので、参考にしてみてください。どんなにいいハイブランドであったり、ドメブラであったりしてもですね、やっぱり家で洗えるものは皆さん家で洗うと思うんですよ。でも家で洗って取れないシミがあるときは、あまり無理なさらずにですね、僕に頼っていただきたいなと思います。ご利用ありがとうございます。